はい、えー、今回もね、分散型金融 DeFi を勉強していきましょう。以前までの手順、パーフェクトに進んでますか以前までの手順がパーフェクトに進んでない場合は、ご自身でググるなどして知識を身につけながら前に進んできてください。やっぱりね、自力で解決できる力がないと、この分散型金融は難しいんですよ。うん何でもね、聞けばいいやと思うと、結構ね、聞いても力がならなかったり、あとはやっぱりね、 やっぱり自分で検索すればわかるんですよね。私もすべて検索でくぐり抜けてここまで来てます。ですんでね、あの、この分散型金融っていうのはもう初級編ではなくて中級編から上級編の稼ぎ方になってきますので、えー、この辺はご自身で解決するっていう習慣をつけてない方は、まあこの辺で退場がよろしいかと思います。これ意地悪ではなくてね、本当にね、資金が動かせなくなって終わりってことになるんですよ。前回もですね、体のエイダの 復元パスワードっていうのをね、復元ワードっていうのをなくしちゃったって方がいらっしゃいまして、まあそういうレベルだとね、やっぱ数千万というかね、扱えないですよね。えー、ちょっとこれはね、えー、財布の中の1万2万がどうなるって話じゃないんで、それこそ資産を作る話ですからね。今までの、 時給とか月給とか貯金みたいな話とはか,かけ離れた世界になりますんで、自力で解決する力を手に入れていただきたいと思います。それではお話を始めていきます。えー、今回ですね、着金を確認したら、ビーナスっていうところに預け入れることによって、年利で2%から3%が見込めるってことになります。まあですんで、こちらの方をね、進めていただきたいと思いますけども、えー、BSC に接続したメタマスクに BTCB と小額の BNB が入っていることをまず確認してください。 えー、ここまでまだできてないよって方は、ちょっと残念ですけども、以前までの動画、12345を見て、えー、ご自身で解決してください、えー。答え合わせを私に求められても私しませんのでですね、この件に関しては。これはね、自力で解決できない方についてきてもらっても仕方がない世界なんですよ。ということなんで、ね、概要だけをポンポンポンとお話するようになりますけども、これを繰り抜けると、金融の知識もね、暗号通貨の金融の知識も身につきますし、えー、結果は儲かる人になれるわけですよ。 うん、これは本当に意地悪ではなくてね、これは、うん、ついてきてもらいたいと思います、この辺は。はい。<laughs> 失礼しました。でえ、今回ね、リスクのこともお話しするんですけども、比較的リスクを抑えた方法を紹介していくんですが、手持ちのビットコインを担保にしてお金を借りて、借りたお金で資産運用するっていうルートが、比較的リスクが低いです。これでも、利回りは5%から15%ぐらい出るかなと思いますよね。で、ビットコインを、うん、手元に置いたまま売らずに済むっていうのがミソなんですよ。 よろしいですかねちょっとちんぷんかんぶんですか <laughs> すいません。ちんぷんかんぶでしたらここで動画の方を閉じてください。ビットコインを担保にお金を借りるには、ヴィーナスというプラットフォームを利用します。これは動画概要欄につけておきますので、ご自身でアカウントを作ってください。ヴ、え、ィ、ー、ーナスはブロックチェーン上に作られたお金の貸し借りができるマーケット、銀行みたいなものです。えー、私たちがね、 手元に持っている BTCB をビーナスに預け入れると誰かがそのお金を借りてくれて利息を払ってくれるというこれが分散型金融ですよね。え利息は自動的に付与されてまたいつでも資金はいつでもですよ引き出すことができるんでリスク低いでしょで、これらは全てね、誰かが管理してるんじゃなくてプログラムで動いてるんですよ。ですんで超客観的なもうシステムプログラムなんですよね。人間の意志とかヒューマンエラーはもう存在しません。すごいでしょ銀行に預けるより安心ですよ。さらにね、 預けられた資産なんですけども、借り入れ余力に反映されて、ビットコインの場合は、預けた金利のあ、金額か、金額のですね、60%ぐらいまで借りることができるんですよ。ですから、1000万入れといたら、600万まで借りることができるってね、すごくいいでしょフラクタルというかね。<laughs> これがね、素晴らしいところもなんかね、あの、準備銀行制度、準備預金制度を使えているようなもんなんですよ。 100万円の BTC、BTCB を預けたら、最大で60万の融資を受けることができるというね、すごい仕組みですよね。ただし、ただしですよ。 担保資産であるビットコインの価格が下落しちゃったりすると、借り入れ余力も減っちゃうでしょだから、預けた BTC がロスカットされるリスクがあるんで、ここは気をつけてください。ですんで、その辺も折り込み済みで、最大マックスの借り入れっていうのは非常に危ないんでね。この辺はレバレッジっていうのを FX で体験してる方はわかると思います。ですんで、あえて説明しませんし、説明を求めないでください。ご自身で理解してください、ここは。で、一概に言うのは、これ難しいんですけども、借り入れっていうのは、預けたビットコイン価格の、そうですね、 20%とか30%程度でやるのがいいんじゃないかなと思います。100万を預けたら、20万とか30万を借りる程度にしておくと、お急激なね、価格変動にもある程度耐えれるかなと思います。ある程度ですよ。はい。<laughs> じゃあ、話が難しくなってきてはいけないので、この辺に今日はしとこうから、もう一声行きましょうか。もう一声行きましょうか。じゃあ、ビーナスに BTCB を預けるところをやっていきましょう。 まず、ビーナスのアプリを開いて、サプライから BTCB を選択してください。これが一つ目の作業です。次は、エンネーブルを選択して、BTCB を有効化してください。よろしいですかねエンネーブルを選択するんですよ。エンネーブルの意味わかりますよね。わからなかったら今すぐ調べてください。はい。え、有効化できたら預け入れる数量を指定して、サプライをクリック。トランザクションが通ったら完了ということです。この1分ぐらいで話した作業。 この1分で話した作業がパパパッとね、できるようになるといいですよね。これだけでビットコインがもう富を生み出してくれるわけですから、苦労した甲斐があるってもんですよ。金利に加えて、XVS という新しい仮想通貨も付与されて、年利2から5%程度の収益が得られるところもミソです。借り入れをするには、コルタレイトというスイッチをオンにする必要がありますので、これも切り替えておいてください。引き出したいときは、w i h d r a w ですよね。 もうおなじみ、withdraw をクリックして引き出していただけます。またですね、単に預けるだけでしたら、リスクは大幅に軽減されます。シンプルに年利2%から5%程度の利息収益を得るということでやっていけばいいと思います。借り入れで行うのが怖いのは、ビーナスに預けて放置する選択肢。ね、り入れが怖いって人はビーナスに預けて放置するって形で、年利2から5をね、いただくってのもあります。 まあ、借り入れなければね、大きなリスクはないよと言ったんですけども、うん、そうでない部分もありますんで、えー、ご用心ください。えー、また別の機会にお知らせしますね。今日は、こんなところにしておきましょうか。はい。えー、まあね、内容としては、5、6分の話だったんですけども、頭がこんがるがると、あと、乗り越えてね、きちんと次の段階に進める方といると思います。次の段階に進みたい方は、次の動画も楽しみにしておいてください。その前にね、今までの話をずっと整理しておいていただければと思います。はい。それでは以上です。